きチャンネル部長。さあ毎週月曜日、恒例の12球団全試合総チェック金土日ということで28、29、30ということで、まあ、今日8月31日、まあ、今日で8月終わりましたけども、まあ、約、60試合半分、プロ野球ね今年120試合なんで半分終わりましたけども、まあ、なんと、60試合ほぼ全試合見てきたっていう佐々木に自分で褒めてやりたい。グッドということで、この前金土日休んで1回見れなかったから4日だけだね、あの見れなかったのは。他ほぼ全部見てきたっていう中で、まあ、今週、まあ、先週、もうやりたいと思いますけども、そうですね、12球団の、ファンの皆さんに言いたい。消化ゲームになろうが優勝の目がなくなろうが調子よかろうが優勝を狙えようが見るのを諦めるのはやめてください。あんまり、労力が半端ない佐々木の、その割に、視聴回数が少ないとモチベーションが上がりません。毎日全試合を総チェックするのは思ってる以上に大変です。だから誰もやらないんですよ。解説者を代表して里崎が1年間やり続けるっていう超ハードスケジュールをこなしながらやってます。なので皆さん、このままあと半分モチベーションを保つためには視聴回数をどんどん回して、最低でもですよ、24時間で10万回再生はしてください。それが佐々木のモチベーションです。お願いします。そしてグッドボタン、高評価、チャンネル登録もしてください。それがモチベーションです。あと60試合あります。結構長いです。お願いします。さあということで参りましょう。今回前置き終わりです。28、29、30、まずパ・リーグからオリックス対ロッテ、金曜日3対5でロッテで、土曜日1対5でロッテ、そして日曜日5対0でオリックスということで、2勝1敗でロッテの勝ちということで、今週1週間はロッテは4勝2敗貯金に、オリックスは1勝5敗、借金4。危ないよオリックス。20勝38敗1位とのゲーム差16。正直やばいっす。だからもう、まあ、監督も代行になってちょっともう来年見据えてるかな。若手の選手結構使ったりとか、チャンスね、2軍で結果出してる若手とかね、チャンス与えたりとか、まあこのままいけばね、来年中島監督代行がね、監督に就任することはほぼ間違いなしでしょうから、ちょっと来年も見据えてるかな感じが試合見てたらします。金曜日3対5ロッテ、まあ、ロッテのキーマンはもう唐川、ハーマン、増田、もうリリーフ完璧っていうことでね、増田500試合登板おめでとう、グッチ、ね、素晴らしい、大きな故障もなくね、ここまでよく頑張ってきたなっていうところもありますし、カットボールとか覚えたりね、入団した時はちょっと大きめの変化球がね多かったところを、小さい曲がりの変化球を覚えて、より投球のね幅が広がってきたかなと、思いますね。この試合もね、7、8、9ね、唐川、ハーマン、増田で、まあ、唐川がね1安打打たれましたけど、まあ、完璧に抑えたというところでね、でまあ、石川がね6回8安打無四球ね、まあ、ここがね3失点で抑えられると良いかなと、まあ、無四球というところはね、まあ、6回8本というところでヒットはそこそこね打たれましたけども、フォアボールがねなかったというところで、まあ、大量失点せずに、まあ、3失点で踏ん張れたかなというところもあります。そしてマーティンがねイエスマーティンということでね、2発もうグッド、もうマーティンの2発で勝ったっていうね、まあ、ロッテも全体的には8安打なんで、オリックスの方がねヒットは9安打として打ってるんですけども、まあ、マーティンのね2発で、勝ったなっていうところもあります。まあ、オリックスはねもう打線策なし、つながりなしということで、まあ、チャンスはありましたね。まあ、4回裏ジョーンズライト前振って足立がね、6-6-3のダブルプレーで、5回裏ね伏見が、レフト前ヒットを打って、大城がね6-4-3ダブルプレーで、6回裏ね安田エラー出塁などで一死満塁とね、なったところで T 岡田の犠牲フライのみというところでね、もう策なし、つながりなし、もうその中でマーティンにここぞというところで2発ホームランを打って負けるっていうね、試合展開的にはオリックスがね押してるかなっていうところもありましたけども、まあそういったねつながりなく打線で取れるところに取っとかない、そしてマーティンね2発でドーンっていかれて、最後7、8、9ね唐川、ハーマン、増田に完璧に抑えられるっていうところでね、勝てるチャンスはあったように見えますけど、ちょっと完敗っていうところですね。で、29日土曜日1対5というところでね、オリックス前日の試合と全く同じ内容、策なし、つながりなしというところで、まあ、4回表ね、マーティンに
ツーランホームランね、初球、まあ、フォークがチェンジアップ、まあ、打たれるわけですけども、まあ、前の日もね、高めに抜けた山崎幸也のチェンジアップかな、ホームラン打たれてるのにもかかわらず、初球からね、簡単に行き過ぎ、跳躍ね。で、まあ、1打席目ね、低めのフォークで三振を取ってるっていうところでね、まあ、初球ね、それを続けたっていうところですけども、続けるんであれば、もっと意識して低め投げないと、ほぼど真ん中に変化なく、半速球ですって言ったら、今のマーティン、それは打つよっていうところでね、ちょっと意識足りないかなっていうところね。で、まあ、そこでドーンとホームラン打たれて、まあ、打線もね、まあ、柵なし、つながりなしということで、もう一気にいっちゃうことね、まあ、2試合連続完敗ということで、まあ、ロッテはね、少ないチャンスをきっちりね、連打でこちらは、ものにして、まあ、そんなにね、ロッテとしても、チャンスはね、そんな多くなかったですけども、その中でしっかり連打でね、トントンと点を取ってね、まあ、ワンチャンスをものにしたっていうね、まあ、ロッテらしい戦いできたかなということで、まあ、ここまでね、金、土、2連勝。で、昨日はね、5対0でオリックスが勝ちというところですけど、まあ、ロッテはね、もう難敵、アルバース、全く対応できずというところでね、まあ、対戦打率1割9分4厘と、まあ、ここまでアルバースに対して、まあ、完璧に抑えられてると、まあ、策はね、持っていったけど、できなかったっていうところですけど、まあ、策を持っていったからってね、簡単にできないのはね、難敵っていうね、天敵なんですよね。僕もグリーンに、日本ハムの、策めっちゃいっぱい持っていったんですけど、全く引退するまで対応できないっていうね、悲しい現実が待っておりました。まあ、その中でもですね、ロッテは4回裏ね、無視1、2塁、まあ、ジョーンズのね、ショートゴロ、浮上か、セカンドへ悪送球というところでね、完璧ダブルプレー取れてね、2アウト3塁で、ひょっとしたら無得点で抑えられたところを、そのエラーでね、まあ、タイムリーエラーというところで、で、先制許してね、結局この回2失点というところで、非常にもったいない点数を上げたかなと。日曜日にね、だから昨日出した、もう一回見てください、昨日出した、ここにあります。昨日出した、パリーグ総チェックで、ロッテが大事なのは、エラーをしないことって言ってると思うんですけど、次の日に、次の日っていうか、その日、もう取ってたやつで、日曜日ね、出したその日にもう、午前中かなの試合でもうエラーしてるっていうね、ところで、やっぱそこが大事ですね。まあ、マリーンズはね、相手のエラーをついて、自分たちはミスをしないっていうところがね、非常に大事だった。まあ、昨日の試合ね、ちょっと象徴してるかなっていうところもあります。で、オリックスはね、球団ワーストの月間19敗をね、阻止ということで、まあ、18敗で終わったというところですけれども、まあ、アルバースがね、四球一投、まあ、制球本当に安定しましたし、自分のペースでね、投球、ストライク先行で思い通りにインコースもアウトコースもね、投球できたかなっていうところでね、まあ、アルバースからしたらね、カモにしてるロッテ打線をね、まあ、完璧に、打ち取れたかなっていうところで、素晴らしいピッチングだったと思います。アルバース、グー。ね。そして、まあ、吉田、ジョーンズとね、まあ、ジョーンズがホームラン打ったり、吉田がヒット打ったりというところで、まあ、あとは打線的にはちょっと、オリックス、吉田とジョーンズ頼みっていうところがね、きつい。他の吉田とジョーンズの周りを固める選手も、もっとこう、貢献、出塁したりとか、その後出たランナーを返すっていうところが出ると、もっと爆発的な得点力を生むと思うんですけども、全体的にちょっと吉田とジョーンズ頼みっていうところがあるんで、まあ、周りの選手のね、活躍に、まあ、後半戦ね、期待したいというところもありますし、まあ、トレードでね、阪神から飯田選手を取ってきましたから、そこら辺がね、多分リリーフになるのかな、勝利に向けて一つのピースになっていくのか、まあ、あと月間的にはね、18敗しましたけども、だからあれか、オリックスはもし最低2位まで入ってクライマックスに行こうと考えた場合、45勝15敗だね、貯金12になるもんね。でも残り58試合だから44勝14敗これだ。あと44勝14敗で、乗り切れれば、クライマックスいきます。大体だから、まあ、11月もね、前半戦ちょっとあるんであれですけど、だから20勝5敗で、11月4勝4敗これでいける。だからこれができれば2位に入ります、オリックス。それをできると思うかできないと思うかだけです。頑張って。ロッテは今好調、今週もね、4勝2敗と貯金をしっかり作って、現在2位、1位ソフトバンクと3ゲーム差、貯金が8というところで、まあ、いい形だね。まあ、ここから貯金、まあ、あと2ヶ月で15ぐらいまでやしたいね、2位に入るんだったらね、まあ、というところで、いい感じで今週も頑張ってもらいたいと思います。さあ続いて楽天西武、28日2対1で楽天で、29日3対6で西武で、昨日が2対3で西武ということで、西武の2勝1敗勝ち越しというところで、1週間でいくと西武は3勝3敗5割、楽天2勝4敗借金2ということで、ちょっと楽天がね、
あのカード負け越しがついてるというところでちょっと落ちてきてるかなっていうところもありますけども、まあ、楽天はね20試合終了時13勝7敗で1位だったんですけども、ちょっとね下降気味、というところで、金曜日2対1楽天ということでね、楽天則本、まあ、6回4安打5三振フォアボール2つの1失点とね、まあ、いい投球しましたけども、でもまだまだなんかもっといけるはずなんですよ、ね、則本って考えればもっといいような気がして、ホーム見ててもなんかもうちょっと上積みっていうかもう本領を発揮するためには、まあ、良かったんですけど、もうちょっとあるんじゃないのかなってね、さらなるこっからねぶったね後半戦上げていくことをね期待したいと思いますね。あとまあ中継ぎ陣、まあ、こちらもね孫、牧田、ブセニッツとね完璧リリーフ、孫は2三振、牧田1三振、ブセニッツ2三振とね、まあ、完璧リリーフで、まあ、最少失点をねしっかり抑え切ったと。でそして攻撃ではね5回裏ノーアウト1塁でね岡島連夜の主君だっていうところでね素晴らしかったし、ここでもう一つ素晴らしかったのが1塁ランナーのロメロはね3塁へ好走塁と。でその後ねノーアウト1、3塁足立のねダブルプレーの間にねこの2点目の決勝点を取ったというところで、このロメロの走塁も大きかったですね。逆に西武ライト木村ね、その時に早急ホーム楽々ホームセーフのタイミングでホームに投げるっていうあの判断ミスね、あれを3塁投げてれば、もしくは3塁投げてる素振りを見せればロメロをもしかしたらアウトにしたかもしれないし、ロメロが走らなかったかもしれないっていうところを考えると、あの早急ミスによって、まあ、2対1という接戦を競り負けたっていうところもあるんで、まあ、ライトのね木村の判断バッと、逆に岡島連也のグッナイスロメログッソーレというところでね、まあ、こういう細かいところがね勝負に、直結したかなと。しかもこの比内西武はね、まあ、打線も5安打っていうところで打ててないね、則本相手に打ててなかったところでこういうね、まあ、記録に残らないミスを犯したことがね最少失点で楽天がね勝利したっていう形になりましたね。で土曜日3対6で、西武が勝ちということでね、まあ、ノリ、初登板という初先発ということで6回100球ね5安打6三振3失点と、まあ、多彩なホームでね、なんかあのトルネード的なのもあった2段モーションクイックとかね、もうなんか幻惑投球、まあ、本当多彩なホームでね、まあ、あとはちょっと左手のね出所が正直見づらそうかなっていうところで、まあ、初対戦というところもあってね楽天打線対応ねしきれずっていうところもありましたけど、ただ球が全体的に高い、変化球もストレートもね。でこれ次戦に向けて修正していかないと、まあ、今回は抑えられましたけどちょっと厳しい感じがするかなっていうところもあるんで、あれがね低めに決まればもっといい形になるんですけど、このフォームのねなんかこうマジックで、まあ、最初失点に抑えられたっていうところもありますけど、投球自体はちょっと微妙な感じがするんで、次週に向けてねちょっと修正していかないとノリにね、まあちょっとこうどうかなっていうところはね見てて思いましたね。でまあ打線はねスパンデンバーグが4打数4打3打点1ホーマーで、まあ、ツゲがねグッツゲグッスパンクバッティングね、3打数1安打2打点1ホーマーと、まあ先制してねここでがっつり先制して、で今度こちらはね西武平、ギャレット、マスターでね、なんとか逃げ切る、こちらも。ちょっとギャレットがね、2安打1四球と、ちょっとストレートはもう頼ら、もう開幕当初みたいなストレートバンバン投げて抑えていくっていうより、若干疲れも目立ってきてるんで、もうちょっと変化球投げた方がいいんじゃないのかなと。最後ね、アウト取ったのも低めの変化球、いいところに決まってたし、ストレート頼みっていうよりも、もうちょっと変化球を投げて、速いストレートを逆におとりに使うとか、逆に意識さすっていうね、リード、配球に変えてもいいんじゃないのかなとは思いましたね。で楽天は、まあ、8回ね、鈴木大地が月間31本の新記録達成というところでね、まあ、ワンアウト満塁まで来たけども、ロメロ三振、岡島ピッチャーゴロとね、まあ、ギャレットに対してね、ここで決めきれればひょっとしたらっていうのもありましたけどね、まあ、平、ギャレット、マスターがね踏ん張ったかなと。で、まあ、鈴木大地はね、日曜日の試合でしっかり打って41本がな月間新記録、グッおめでとう、ね、楽天ではね、楽天1年目で FA で来た選手が、まあ、楽天の月間新記録を抜いちゃうっていうね、グッね、大地おめでとう。さあということで昨日の試合はね、まあ、楽天でいうとね、まあ、福井5回77球2安打5三振無失点、非常にねいいピッチングできたんじゃないのかなと。ちょっとね、まあ、投げてる間ね打ち込まれてね負けた試合もありますけど、このねいいピッチングした時に勝ちをつけてやるとね、もう一ランクももう一ランクもねこう状態も上がってくるっていうところなんですけどね、こうちょっとね
アンラッキーというところでね、まあ、ここ踏ん張り時なんでね、福井には頑張ってもらいたいなというところもありますし、安楽がね、この 1回13球2三振取ったんですけど、なんかフォームのバランスも非常に良くなってて、腕の振りとボールのこの力っていうのが正比例して、あの非常に腕も振れてるなと、でバランスいいなと、軸もずれてないと。ちょっと前とかはなんか全力で投げてますっていうね、こうなんかもう腕の力で投げてます、軸ブレブレですっていうようなとこがありましたけども、どんどんフォームはね安定してきて成長してきてるかなっていうところもあったんで、ちょっと安楽ね、後半戦このピッチング非常に期待したいと思います。まあ近い将来先発っていうところもね、ちょっと見てみたいなっていう思いもありましたね。そして西武、6回裏にね、鈴木大地がツーベース打って、ここで殿崎がタッチしに行くんですけど、胸にで判定はアウト、リクエストですよね。だからやっぱりね、フォームもそうですけど、もうタッチはね、足とか手とかにしに行かないと、このリクエストがあるんで、もう全部セーフになっちゃうんで、そういったところ各野手キャッチャーも含めて徹底していく必要があるんで、ここら辺はね、もうちょっと意識改革していかないと、あのこのリクエストで手の方が早かったとか足の方が早かったっていう形になるんで、そういったところはね徹底していく必要あるかなっていうところはありましたね。でワンアウトね、で一三塁になって森がねワンバウンドそらして、タイムリーワイルドピッチとしてね、失点に結びついて、まあ1失点ね、まあ楽々先制を与えてしまうんですけども、まあ今あれもね正直止めれたっていうところもあるんで、ちょっと大きく弾きすぎですね。あのもうちょっと早めに行ければ止めれたんで、そこはもうちょっとね練習も必要かなっていうところもありますし、まあでも最終回逆転スリーランっていうところで、まあ9回ね、山川があのギリギリのもうアウトコースストライクボール微妙なところをねしっかり見極めたっていうフォアボールも大きかったし、まあその後ね殿崎アウトになって、まあ、ツーアウト一塁から森がねコンパクトにレフト前っていうね、あのバッティングのつなぎっていうのも素晴らしかった。そしてメヒアにね、まあその前まで三三振っていうところで完璧に抑えられてる中、真ん中気味のカーブかな、まあ、逆転スリーランメヒアグー、しかもゼロボールツーストライクと追い込まれながら逆転スリーラン、もうあと1球から逆転っていうね、あの素晴らしいホームラン。逆にブセニッツ、まあ、ゼロボールツーストライクからカーブでカウントを取って、最後カーブよくど真ん中投げんなっていうね、もうちょっと低め投げとか、だからキャッチャーがもうちょっと低めとか意識させなきゃいけなかったかなっていうところでね、ちょっと意識がね低いかなっていうところもありましたけども、メヒアナイスホームランっていうところでね、まあ、素晴らしい逆転スリーランがね見えたかなっていうところで、西武のね、まあ、2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども、まあ、楽天はねちょっとこのか1週間2勝4敗と負け越して、で順位でいうと3位、31勝に、まあ、貯金3あるというところでね、まあ、今ちょっと踏ん張り時かなっていうところも、ありますし、西武は今借金6、1位とゲーム差10、2位とは7というところでね、ちょっとここら辺ね、まあ、2勝1敗とね、状態ね、ここ勝ち越したっていうところも大きいんでね、ここからぐっとね勢いに乗っていけるかどうかっていうところね、こう勝負のね後発になってきますね。さあ続いて、ソフトバンク対日本ハム。日本ハムファイターズのファンの皆さん、ちゃんと見てください、お願いします。はい、金曜日28日9対1ソフトバンク、で29日3対0ソフトバンク、そして30日8対5ソフトバンクということで、ソフトバンク3連勝っていうか、むしろソフトバンク先週1週間6連勝ね、どうしたんやっていうね、なんかロッテ戦ではあれソフトバンクちょっと落ちていくんじゃないのって思わせながら、帰ったらペイペイに帰ったら6連勝ということで、日本ハムは2勝4敗借金に選手ねというところですけども、まあ振り返りで言うとですね、火曜日9対1ね、まあ、ソフトバンクは、まあ、Kポイントは今季初先発武田、ね、7回102球5安打6三振1四球1失点と、完璧なピッチングでもね、フォームのバランスとね軸グッと、ね、無駄な力感もなくてボールと軌道がね安定っていうところで、なんかあんまり暴れなかったなっていうね、もっとこう暴れてた中でなんか非常にフォームがねゆったりとして、こう投げる時だけ力感あって非常にいいバランスでピッチングできたんじゃないのかなってね、まあ、約1年ぶりの白星というところでね、まあ、あとはね、初回一気に5得点、まあ、シュートが内野安打で出て、牧原センター前、ね、グラシアル、栗原、マッチ上林、そして最後に甲斐のスクイズっていうね、あの甲斐のスクイズも非常に良かったですね。まあ、取れるうちにね取っとこうっていうところで、まあ、逆転とかもね結構あるんでね、まあ、ソフトバンクしかもね嫌な流れでね、ペイペイに帰ってきたというところでね、まあ、初回一気にっていうあのね作戦も非常に良かったかなっていうところもありますし、まあ、日本ハムとしてはね、まあ、さすがに2イニングで7失点をね
正直気づいっていうね、まあ、金子がね5失点してその後ね福田が2失点とやっぱりちょっとね、まあ、この金子もショートスターターだったと思うんですよね、まあ、日本ハムの戦略的にはやっぱり日本ハム型ショートスターターいい方に全く回ってないんじゃないのかなと個人的には思いますね。まあ、そして、まあ、4回ね清水パスボールと清宮エラーとそこでまた失点してしまうとちょっとミスが多い日本ハム。そんな難しくないことでミスで負けにつながる、チームの流れが悪くなるで結果3連敗っていうねところもあるんじゃないのかなと。でまあ土曜日ね3対0と、まあ、ソードマンゴーのねムーアが、まあ、序盤ね球高かったんですけど、まあ、要所要所でね低めに制球できたっていうところもね、まあ、しっかり抑えられたかなと。特にねチェンジアップが腕の振りが良くて抜け感もすごいで軌道がねストレートと一定でフォッてなるっていうところがねちょっと日本ハム打線としては対応しづらかったんじゃないのかなというところで、まあ、ムーアのねピッチングナックルカーブストレートチェンジアップね、非常にいいピッチングできたんじゃないのかなと。あとまあ後頭にね報いる形で5回表ワンアウト1・2塁で松本のゴロ二遊間ねセンターに抜けそうなところを顔は正解ダイビングキャッチっていうねスーパープレーでピンチをね切り抜けるってあの守備もね非常に大きかったな川瀬くね。もしあれが仮に抜けていたならばひょっとしたらひょっとした展開ひょっとしたら日本ハムが逆転したような展開に、ね、なってたかもっていうところもある中であのスーパープレーは非常に大きかったかなと思います。そして日本ハムはね、まあ、エース有原の登板でまだ今回もねミスミスミスと、3回裏ねシュートのセーフティーバンドを、まあ、星宇佐美がね二塁へファースト悪送球で二塁まで進んでワンアウト一二塁でね柳田セカンドゴロね、渡辺の、送球ミス記録はね石井の補給エラーになってますけど あれはねちょっともうちょっと取りやすいところに投げてやらないとあれはまあ石井が取る方もねちょっと難しいかなっていうところもあります。でダブルプレーでね終わりのところをそれで終われなくてねで1失点とで9回表大チャンスね渡辺センター前ビアヌエバ、ライト前そして、近藤サードファールファーストファールフライ清宮ライト前でここに二塁ランナー渡辺がね3本間に挟まりアウトというところで、まあ、あの3点差あるのにそこ無理に回る必要なかったんじゃないのっていうねあのそこを止まってあの満塁でさらに得点機を盗んでそこで一気に3点差を追いつくもしくは逆転するっていう戦略を取った方が良かったかなっていうところですけど守備でもミスそして走塁でもミスがね、響いて結局ね無得点チームではね、まあ、敗戦につながったかなと、まあ、だからまあ2戦連続、まあ、守備もそうだしこう走塁とかもねちょっとミスが多く出た試合だったんじゃないのかなと。で、まあ、昨日の試合、8対5でね、ソフトバンクの勝ちというところですけども日本ハムはね2回表あのソフトバンクの、ね、石川ピッチャーの、ね、悪送球で、ね、川瀬がダブルプレーファースト送球それるなどミスでチャンスをもらってるところを、ね、1点止まりしかいけなかったそこね一気に行ってたらっていうところでね、まあ、そこの相手のミスにつけ込んで、まあ、1点しか奪えなかったっていうところがねちょっと後々響いてきたかなと。まあソフトバンクもね逆にミスも出たけども、まあ、柳田中村グラシアルホームラン一発で圧倒みたいなね、ところでまあね初回に、大きな失点はしてしまいましたけども、そっかその頃しっかり3点かななんか取って、ホームランパンパンパンっていうところでね、いけたっていうところはねまあこの3連勝に、繋がったんじゃ、ないのかなと思います。あ、こここんな細いところにあったわ。秋山対ダルビッシュの試合の横にあったわ。しかも昨日の試合もね、清水があのパスボールしたりとかっていうところもありますし、ちょっと、あ、しかも、自力 V 消滅危機って日刊スポーツに書いてる。まあ、ちょっと全体的にね、この3年生、日本ハムはね、ミスが目立つ、試合展開に、なったかなっていうところはありますね。というところで、日本ハム、29勝30敗。でもまだ借金1だから、ね、日本ハムここ踏ん張りどころ。ここでね、踏ん張りついていくと、まあ、A クラス、2位、1位争いにね、踏みとどまれるので、ここでね、連敗しないように、次のカードね、しっかりとした頑張り、次のカードでいくと、楽天戦、札幌ドームでね、まあ、本拠地帰って、ちょっとね、これをしかも3位、4位ね、の戦いだから、ちょっと流れをね、変えていきたいなっていうところもありますし、まあ、ソフトバンクはね、もう先週6連勝と一気にね、波に乗って、次がオリックスとの戦いにね、挑む形になりますね。さあ、パ・リーグ終わり、セ・リーグ、広島対阪神、28日金曜日4対3広島、そして土曜日5対6で阪神で、昨日30日3対5で阪神、阪神の2勝1敗で勝ち越しというところで、阪神は先週5勝1敗、貯金4、ね、素晴らしい1週間、そして逆に広島は2勝4敗、借金2というね、選手になりましたし、順位で言っても阪神は今貯金1で1位と 6.5 ゲーム差で3位、ね、で広島は
24勝3、借金6、10ゲーム。セリーグはクライマックスシリーズがないんで、ちょっと大ピンチ。特に今 B クラスの中日広島ヤクルト大ピンチっていうところがあります。はい。さあ、金曜日4対3で広島というところでね、まあ広島はちょっと森下のね、好投に報いれなかった。最後ね、まあサヨナラで勝ちはしましたけども、追いつかれながら、まあ勝って森下の勝ちを消したというところでね、ちょっと新人王争いが、黄色信号、ちょっとジャイアンツの戸郷がちょっと走りそうな感じがしてきましたね。まあ5回表ね、大山にレフト前、そして坊は三振で、梅野ねレフトへのツーベース、ここでねレフト線ピレラがねスライディングキャッチを試みながらそのボールをね、線上に蹴って、まあ大山がホームインというところで、あそこスライディングいらへんやろっていう、スライディング線区でも普通に取れてたよっていうところでね、この小さいミスでね、まあ大山がホームに帰ってきて梅野のツーベースで1打点っていうところもありましたし、ちょっと無駄なね点やったかなと。でまあ攻撃においてはね、2回裏坂倉が、センターへツーラン、グワッツね、4打数2安打2打点1ホーマーと、まあ打率も3割3分8人とグワッツいい形でね、まあ相澤がちょっと体の不調とかね、まあ石原ちょっと怪我しちゃったりとかっていうところでね、まあこのねチャンスをね掴んでもらいたいなと思います。そして9回表ワンアウト1・3塁でね、梅野の、セカンドゴロ、菊池ダイビングからのグラブトスね、あの素晴らしかった。でもショート上本タイミングが合わず、先行っちゃってベースが足から離れてフォースプレー止まりで、ここでねダブルプレー取れなかったことによってその後追いつかれるっていうところでしたけども、まあちょっとここはね、まあもし田中と菊池だったらあうんの呼吸でねいけたかもわかんないですけど、ここら辺は経験ですね。あのタイミングのズレっていうのはね、なんかこの技術の指導とかそういうのじゃなく、もう経験でねあうんの呼吸でやっていかなきゃいけないんで、まあその後ねまあしっかり練習するなり呼吸合わせるなりね、まあして、まあこれも経験いりますね。まあだからまあある意味ね、まあ完璧にやらなきゃいけないですけど、ある意味練習っていうね仕方ないところもあるかな。まあでもその後は9回裏ね、上本が必死のスイングで、あの気持ち出てたね、あのスイング、ちょっとタイミング外れながらも、まあ、強いスイングしようというところで強いスイングをしたところね、まあ、前進守備といえ外野の頭をね越えたっていうのは、あの必死のね強いスイング、タイミング外れながら上本グーね、さよならセンターオーバーというところでね、さよなら勝ちっていうとね、まあ阪神としてはですね、まあ西がね菊池坂倉のねまあ2発に泣くっていうところでしたかね。まあこのホームランね、全体的にそんな、まあめちゃくちゃいいかって言われるとよくはなかったかもわかんないですけど、悪くもないっていうね、中でね、この2発に泣いたっていうところもありますし、まあね、岩崎が前日にね、続きちょっと不安定な投球ね、続いてちょっと疲れあるかなっていうところもありますしね、まあヒットは出るんですけどね、8安打と、まあ連打少なくね、ちょっと単発に終わるっていうところがね、まあちょっとビッグイニング作れなかったかなと、まあその中でね、大山が4打数3安打1ホーマー1打点と、グッね、まあいい形のねバッティングがついてるなっていうところもありましたね。で土曜日、5対6で阪神の勝ちというところでね、まあ広島はワンアウト2、3塁梅野のね3塁ゴロをちょっと1、2塁間寄りの打球でしたけど、逆シングルにとって無理やり松山がホームへ送球っていうね、で楽々セーフっていうところで超判断ミスっていうね、無理せずねファーストにねアウトで良かったんじゃないのか、そしたらね1失点で済んでたかもしれない。しかもピッチャーの大瀬良もねベースカバーしっかり切ったっていうところでね、あの判断っていうのをねちょっとバッとね、でその後次の打者はね、小畑がねセーフティースクイズっていうところで、まあ松山がねゆっくり出てきてファースト役送球っていうところで2失点ね、この無駄な点のやり方っていうところは非常にねバッとっていうところですし、でその後のねランナーも帰って結局そのイニングね3失点してしまうっていうところでね、1失点で済んだかもしれないところが3失点っていうね、ちょっと無駄なミスが響いて松山バーンっていうところですかね。でまあ5回裏ねノーアウト1塁で、まあ、曽根がねレフトでね前ヒット打ってランナー大盛り一気に3塁へグッツ、あの走塁は素晴らしかったですね。まああれねなかなかいけないところをね、まあ走力もあって判断力もあって素晴らしい走塁だったかなと、大盛り走塁グッでね、その後3得点というところでね、まあ得点にビのしっかり結びついたかなと。まあ阪神はね、藤波が、まあ5回ね、途中で交代してしまいますけれどもね、相澤のデッドボールで交代というところで、まあこの時点でね、4対5と1点差というところですから、まあ仕方ないかなっていうところもありますし、まあ
藤浪のピッチングっていうのはね、多分ああいう感じのもうピッチングだと思うんですよね。まあそのハマれば強い、でもあれ出したら止まらないっていうところでね、まあ、あの150キロ以上のストレートも投げますし、まあ、アウトコースね、右バッターだとアウトコース、左バッターもねアウトコース寄りに投げていって、まあ、その中で、まあ、ストレートスライダーと動かしながらね、まあ、アウトコース見逃し三振のストレートとかね、いいボールもありましたけども、まあもうあれ、あとはもう周りがカバーしていくしかないっていうところでね、まあ、この5回途中交代っていうのはね、まあ仕方ないっていうか判断としてはね、まあそうかなっていうところはありますし、まあその後ね、岩貞、ガンケル、馬場がね、ナイスリリーフ、グッとね、まあ8回、あと近本のホームラン、これ非常に大きかった、グッとね、これでね、4対6にして、まあ最後ね、追い上げをしのぐっていう形になったんで、この8回の近本のホームランっていうのもね、非常に大きかったかなと思います。そして30日ね、昨日は3対5と延長にね、もつれ込みながらっていうところもありますけど、まあね、阪神は初回、サンズ、高めのちょっとボール気味の球、スリーラン、グッね、もう本当にあの手、見逃したボールかなっていうところをね、あのそのまま叩き込んだっていうね、ホームラン素晴らしかったですし、まあ、あとはまあ2回裏ね、無視二塁、坂倉のね、ファーストゴロ、ボーアがね、三塁スローして、あの松山がね、ツーベース打って二塁いるところをね、坂倉がファーストゴロ、まあ進塁打ですよね、それをボーアがちょっとね、前目に守ってて、それをね、三塁投げて松山をアウトにする。あのプレーは非常にグッね、だからああいうとこ見てるとボーアってね、頭もいいんだなっていうところもありますし、よく考えてるなっていうところもあります。ああいうプレーね、なかなか1年間見ることはないですけども、非常に素晴らしいプレー、相手にね、広島に得点を与えないっていうところはね、技術的にも思考的にも判断的にも素晴らしいプレーだったかなと思います。そしてまあでも次ね、5回裏ノーアウト1塁でね、ファーストゴロ、ボーアエラーね、ダブルプレー狙いながら行った時にちょっとタイミングがねエラーしちゃって、その後ね菊池に同点スリーラン打たれるっていうね、バッとグッドアンドバッとっていうね、まあボアいいところもあったし悪いところもあったっていうね、いうところもありますかね。でまあ広島はね、遠藤ピッチャーサンズのみで、あとはグッピッチよ、本当良かった、緩急もあったキレもあったストレートもね抜群だったというところで、あのサンズのスリーラン本当にもったいなかったっていうところでね、まあ、その後ね立て直してしっかり投げれたっていうところでね、まあ、次週の登板もね非常に期待できるピッチングだったかなと思いますし、まあ、最後ねフランソが初球ね、先頭ねフォアボールで出してっていうところがね、最後大山のね、逆転というか勝ち越し、タイムリーに繋がったっていうところで、やっぱりねちょっと後ろがねまだまだバタバタ感するかなっていうところはありますかね。っていうところで阪神の2勝1敗勝ち越しの3連戦でしたね。さあ続いて DeNA 対ヤクルト、DeNA 金曜日6対2で DeNA、 土曜日、9対3で DeNA、 そして昨日30日は4対6でヤクルトということで、 DeNA の2勝1敗、1週間でいうとヤクルトが1勝5敗借金を、小川連敗ストッパー、ね、で DeNA4 勝2敗貯金2ということでね、今 DeNA は2位、31勝28敗、貯金3、首位と 5.5 ゲーム差、ヤクルトは24勝31敗、借金7、10.5 ゲーム差というところで、金曜日ね、DeNA、ピープルズ、まっすぐカットツーシームね、球速差あんまりなく、3、4キロっていうところでね、6回88球、2三振、2安打1四球、無失点というところでね、まあ、ナックルカーブ、チェンジアップで緩急つけながら、まっすぐカットツーシームはね、球速差がなく、相手バッターとしてはちょっと判断しづらかったね、どっちに曲がるか、しかも球速差もないんで、もう本当、どの同じね、角度のスピードでこう曲がる、こういく、こう曲がるっていうところで、緩急つけるためにナックルカーブとかチェンジアップで緩急つけて、まあ、しかもほぼ2球でね、ストライクを確実に取って、だからツーボールになることはあんまり少なかったですね、まあ、初球ストライク取るか、初球ボールでも2球目にストライク取るかっていうところでね、まあ、ストライク先行で勝負できたっていうところもね、そのいろんな、球の曲がり、緩急っていうところで、まあ、バッター、相手バッターとしてはね、ちょっと狙い球絞りにくかったかなと。まあヤクルト打線はね、ちょっと的を絞りきれず、まあ、打たされた感、ね、打ったっていう、打たされた感っていうのがね、まあ、出たかなっていうね、ピープルズのピッチングになりましたね。7回、佐野が自身初の2桁、10号スリーラン、勝負あり、佐野グッ、ピープルズ、ナイスピッチング、佐野グッパッティング、この3、スリーランで勝負あったかなと、まあ、ヤクルトはね、ピッチャー吉田、6回5安打4三振、4四球、2失点とね、まあ、踏ん張ったけども、ちょっと4四球っていうのはちょっとでかかったかなっていうところもあるんで、ちょっとフォアボールをね、もうちょっと、2個ぐらいにね、少なくしとくと、もうちょっとこう失点に絡まないでね、いいピッチングできるかなっていうところがありましたね。で、まあ、29日、ヤクルト先発クックね、まっすぐ、カット、ツーシーム、チェンジアップというところですけど、まあ、打たして取るタイプですね、僕は試合見た感じね、打たして取るタイプで、まあ、四球ゼロなので、もうストライク先行でどんどん勝負していってる、まあ、ストライクは取れるっていうピッチング、ただ、コントロールが甘い、西武のニールみたいにね、
去年のやっぱコントロールしっかりいくじゃなくてコントロールが全体的に真ん中寄ってくる中で動かしてるっていうところでちょっと捕まりやすかったかなと、まあ、しかもあの打たして取るピッチャーの中でねちょっとチームがミス守備のミスがね出るとやっぱりなかなか厳しいなと、まあ、初回ね坂口エラーで、失点してしまったりとか5回裏ねノーアウト満塁でエスコバーがエラーしたりとか打たして取るピッチングの中で味方がエラーするとねやっぱりそのクックの良さはね全く出ないかなっていうところもありますし、まあ、坂口はね初回エラーしましたけど3回表にねそのエラーの恩返しじゃないですけどきっちり取り返すねホームランを打っていくね、まあ、そういったところはねやっぱり選手としては非常に大事なホームランになりましたしクックとしてはね、まあ、自分のピッチングができたかも分かんないですけどもちょっともうちょっとコントロール制球を高めたいなっていうね打たして取るピッチャーであるならばねやりたいというのもありますしちょっと味方の守備陣もね打たして取るピッチャーのタイプでいうとやっぱりここはねしっかり守ってやらないとクックの良さが出ないかなっていうところありましたね。 DeNA、大貫ね、4回でズバッと交代というところでね、まあ、その後継投が成功っていうところでねこのラミレス采配本当にね、まあ、素晴らしい継投タイミングだったかなと。でその後ね国吉がね、4回で変わってで、5回頭から国吉が変わってで5回ね国吉が先頭で回ってくる普通に考えたら多分他のパリーグ5球団 の監督だったらその時点で、まあ、3対2とねあのヤクルトが1点リードっていうところで言うとまあ5回ね、1番坂口から、まあ、始まるっていうところでね、まあ、これ以上追加点を取られたくないっていうところは、まあ、あったと思いますけど多分大方の監督だと次ね5回裏あのピッチャーから回ってくるんで正直この5回だけは踏ん張ってくれと、出すパターンが多い中ラミレス監督はここ国吉にスパッと変えてで国吉がね5回表を坂口山田青木をね3人でしっかり抑えてしかもね2三振でねちょっとリズムを作ってで5回裏国吉からの打席、なんと国吉がね、センター前ヒットと、まあ、前回のヒットとね、続いて打つっていうね、で、そこからの結局5得点、まあ、それでね、勝負を一気に決めるっていう、このラミレス采配、グワッと、ね、こういう素晴らしい、こういったところのね、まあ、判断、まあ、国吉のバッティングも期待っていうところの、多分他の球団の監督だったらしないんじゃないのかなっていうね、ところの判断で、この采配でね、勝った勝利とも言えるんじゃないでしょうかね。でそして昨日、まあ、6対4でね、ヤクルトが勝ちというところでね、まあ、DeNA のね、先発坂口ね、ちょっとアンラッキーもあったかなと、セカンド内野安打あったりとか、あと判定、詳しく言わない、判定、ストライク、ボール、ね、っていうところで、まあね、ちょっとアンラッキーもね、あったかなっていうところもありましたし、パンパンパンといかれたっていうところもありましたから、まあ、アンラッキーと、バットポイントが。ちょっと重なったかなっていうところありますね。逆にヤクルトはね、2番青木が3打数2安打、3番山田が5打数4安打、5打点、1ホーマーね、満塁ホームラン。でね、4番村上が4打数3安打と、ここがね、こんだけ繋がって打てば、それは勝つよねっていうね、打線の援護、そして連敗ストップの中、まあ先発小川がね、まあノーヒットノーランした DeNA 相手にね、まあ、7回106球8安打ね、4三振1四球2失点でしっかりまとめてね、でまあ、 7回しっかり投げ切ったっていうところでね、グッ大川素晴らしいっていうところもすごい大事だなってところありましたけどちょっとね最終回石山はねバタバタしたかなっていうところもありましたしちょっとねレフトセンター声かけないとぶつかって怪我しちゃうよっていうところもありましたけどもまあなんとか逃げ切りっていうところでねまあ、 ヤクルト連敗ストップまあ3連戦としては DeNA の2勝1敗勝ち越しっていうねまあゲームになりましたね。で、最後巨人対中日28日3対5で中日そして29日12対3で巨人そして昨日30日は3対2で巨人巨人の2勝1敗で勝ち越しというところでね、まあ、1週間で見てみると巨人は中日さん5勝1敗でドラゴンズが1勝5敗ピンチっていうね、試合になりましたけども、金曜日中日先発松葉4回3分の2 3失点投球内容はね悪くなかったと思うんですよね。低めコース、しかもね、グッドピッチできてたと思いますけども、まあ3失点してしまったっていうところでね。まああとはね、キーポイントで言えばやっぱりね、6回表、高橋がデッドボール、そして阿部がね、センターツーベース、そしてこの時点で、まあ0対3とね、中日は負けてる中で、ノーアウト2、3塁で、内野がね、定位置に守ってたわけです。まあ1点 OK よっていうね、ノーアウト2、3塁ですからね、3対0でね、巨人が勝ってるわけですから。これ3、2のカウントになって、強打がね、もうこう解説でね、言ってたんですけど、日本放送のね、まあ、ここはもう最悪、もうセカンドゴロ、セカンドゴロ最高と、で、三塁ランナー帰ってきて、二塁ランナー、進塁打で3点、三塁行って、大きく言うとこう2点入る可能性あるっていうところで、強打がね、セカンドゴロ、ぐわっとね、こう打点位置を稼いで、その後またグッジュにね、デッドボール、田口、バッと、ここのデッドボールはね、非常に痛かった、で、代打がね、どの上出てきて、ワンアウト1、3塁でね、初球、
今季初ヒットというね、ライトへもうちょっとでホームランっていうね、タイムリーツーベースグッね、ドロー上で、ワンアウト2、3塁大島ね、セカンドゴロの間にもう1点取って、でもこれセカンド若林グッダイビングキャッチスーパープレー、あれ抜けてたらね、もっと大量得点になってたところ、非常に素晴らしい、ああいうね、細かいプレー非常に大事だなと、若林グッスーパープレーっていうね、ところもありましたけど、これ中日としてはね、この6回キーポイントだったかなと、この強打のね、あの2、3塁からの、セカンド進塁だね、で、まあ、どの上、代打策が当たって、でその後ワンアウト2、3塁でね、大島の内野ゴロの間にも1点取るっていうね、ここで一気に、追いつくっていうね、ところでも非常に大きな、イニングだったかなと、そして7回表ね、ピッチャー鍵谷ね、アルモンテフォアボール、高橋フォアボール、ワンアウト1、2塁でね、阿部がライトへ。セカンドの頭抜いてね、ナイスバッティングでね、勝ち越し2点タイムリーというところでね、まあ、ちょっと鍵はね、フォアボール連発っていうところね、ちょっとバーッとポイントかなっていうところもあります。巨人、田口ね、ちょっと4四球、4つのフォアボールで 3個のデッドボール、で鍵はフォアボール3つ、で計、10個四死球出して5失点ですから、ちょっとフォアボール多いかなっていうところがね、失点につながった敗戦になっちゃったかなっていう巨人は感じでしたね。で、29日12対3と、今度まあ大きくね、また試合展開動きましたけども、中日ね、ロドリゲス、前回に比べるとちょっとね、球離れが早いっていうね、もうちょっと前で話してたかなっていうね、ちょっと球離れが早くて、曲がりが大きい変化球投げてたから、曲げたかったのか分かんないですけど、ちょっと球離れ早くて、キレが悪くなって、コントロール甘くなると。まあ変化球の曲がりもね、早く緩く、コントロールも微妙っていうところでね、ちょっと巨人打線に対応されちゃったかなと。まあ巨人もね、さすがに同じピッチャーにね、ここまでやられ続けるわけにいかないんでね、そこはね、きっちり打ち崩したかなっていうところもありますし、まあ2回ね、大島が攻撃して、バーッとね、ドドドン、テン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 ってね、帰ってきちゃってっていうところで、ちょっと一気にね、序盤で試合展開決まっちゃったかなっていうところもありますし、巨人はね、今村が投打でグッね、バッティングも素晴らしかったですけど、7回126球、6安打、8三振、2四球、1失点とね、まあ、2回ね、先制タイムリーね、ちょっとバッティングの中で必死さ見えたかなっていうね、まあ、タイムリー打って、まあ、投球もね、今度あの、ロドリゲスと違って、今村ね、球持ちもよく、しっかり球持ちよく投げれてたし、角度がね、ついてたなっていうピッチング内容に見えましたね。まあ、象徴的だったのが4回目でね、高橋に対して、スライダー、カットでね、ファーストゴロ。そして阿部に対してはインコースのストレート、インコースのスライダーで、で外ストレート、外ストレート、外ストレート、最後にスライダーで三振取るっていうね。で、まあ、強打に対してもカット、ストレート、ツーシーム、内見せてスライダーでね、三振とか、まあ、6回、ビシエド、高橋、阿部っていうところをね、しっかり抑えた投球なんかも非常に素晴らしいね、で投球、象徴的だったかなっていう今村のね、ピッチング内容に見えましたね。で、昨日30日ね、3対2と巨人が勝ちというところですけども、巨人はね、昨日坂本が4打数3安打、丸が4打数4打2打点と、まあ、このね、2人がもうちょっと波乗ってきたぞと、先週、坂本は16打数12安打6打点、ホームラン1本、打率4割6分2厘。で、丸は24打数11安打5打点、1ホーマー、打率4割5分8厘と、ちょっと丸がね、上がってきたことによって、結局巨人が5勝1敗と、やっぱこの2人が打つとね、ちょっと巨人に手をつけられなくなるなっていうね、まあ試合展開にも見えましたし、まあ中日はね、9回ビッグチャンスと、フォアボール、デッドボールでワンアウト満塁と、3対2、1点差と、よーし、思い切って逆転や、最低でも同点やということで、大島がね、ダブルプレーっていうところでね、まあ、6、4、3かね、ダブルプレーになって、まあ、試合終了というところになりましたけど、まあ、ここでね、なんとかしたかったっていうところもありますけど、ジャイアンツがね、2勝1敗で勝ち越した、申し送り事項、やります。巨人対 DeNA、DeNA の皆さん、巨人は坂本と丸が打ちまくり、そこに打たれると終わっちゃいますよ。巨人の皆さん、DeNA は中継ぎ陣がいい形で踏ん張ってます。国吉出てきたら気をつけろ。阪神対ヤクルト。ヤクルト皆さん、タイガースはやっぱりサンズ、ボーア、大山。この3人をどうにかしないと打たれますよ。サンズはストレート強い。ボーアはアウトコース強い。どう攻めたら分かりますね。阪神の皆さん、山田が復活してます。山田を気をつけろ。その脇を固める青木、村上も打ちますよ。山田に打たれると終わります。中日の皆さん、やはり広島は中継ぎがバタバタしてます。最後まで諦めるな。広島の皆さん、中日はやはり打線がなかなか厳しい。先発が投げてる間に試合を決めろ。パ・リーグ、ソフトバンク対オリックス。オリックスの皆さん、ソフトバンクはもう勢いづいてますよ。
6連勝で乗り込んできます。柳田、中村、栗原、気をつけて。グラシアルの復活が怖いよ。ソードバンクの皆さん、オリックスは吉田ジョーンズ、この2人を抑えれば最初失点いけます。西武の皆さん、ロッテは侮れませんよ。ミスしたらそこにつけ込んで大量得点いかれますよ。ミスはするな。ロッテの皆さん、西武、山賊打線がちょっとずつですけど頑張ってます。普段の戦いができるか勝負、いつも通りなら勝てるはず。楽天の皆さん、日本ハムはただいまミスが続出中です。ファースト、セカンド、サード、ホーム、全力疾走忘れるな。日本ハムの皆さん、楽天は鈴木大地に気をつけて。月間新記録打ってそこを打たすと浅村にチャンスでもあります。大地を抑えろ。さあ、ということで先週1週間の佐々木チャンネルベストナイン発表します。パ・リーグからピッチャーソフトバンク、モイネロ、もう鉄人。キャッチャー西武、柘植、セナ、アイルトン・セナのように世界一へ。ファースト、楽天、鈴木大地、月間新記録おめでとう。セカンド、日本ハム、渡辺、王子、もう最初の言葉言わない。サード、西武、スパンジェンバーグ、常に一生懸命。ショート、楽天、小深田、他にいない。レフト、楽天、岡島、復帰頑張れ。センター、ソフトバンク、柳田、目指せ三冠王。ライト、ソフトバンク、中村晃、パワーもあるね。 DH、 ソフトバンク、グラシアル、復活がでかい。特別賞、ロッテ、小島、ピッチング内容完璧。セリーグ、ピッチャー DeNA、 国吉、投打にグッ。キャッチャー広島、坂倉、ホームラン一発、四水中学。ファースト、ヤクルト、村上、タフマン。セカンド、ヤクルト、山田、復活。三塁、阪神、大山、勝負強い。ショート、巨人、坂本、キャプテン。レフト、阪神、サンズ。センター、巨人、丸。ライト、巨人、松原、ライトゴロ。ありがとうございました。